はい、こんにちは。サークル音楽教室でピアノを教えています田淵香織です。イエイ。今回は、私が大好きなテキスト、ブルグミュラーの25の練習曲っていう、多分日本では一番たくさんの生徒さんたちがお稽古してるんじゃないかなと思うこの本について25曲ありますので、25回シリーズで曲一つ一つの曲についてお話をしていきたいと思います。この本は、私も、メトードローズとかバイエルとかっていう本を使っていて、その後にこの本に出会ったんですけど、まあ、先生がこうお手本で聴いてくださったりとかするときに、なんて素敵な曲たちなんだろうって、もうとっても大好きになった本で、私が今教えている子どもたちもこの本に入るまでに、いろんな子ども向けの本を稽古するんですけど、その間にこの本に出会った時に、わあ素敵な曲やなって感じられるような耳だったりとか感覚だったりとか感性だったりとかが育てたらいいなと思って教えて、でまたこの本を25曲を稽古している1年2年3年の間に、見違えるほど力がつくと思っていて。この一つ一つの曲をいかに大事に丁寧に一つ一つちゃんと弾けるようにしていくかっていうことが、例えば小学生だった子たちが中学校高校、大人になって一生音楽ととかピアノとどんなふうに付き合っていけるようになるかが、もうこの本で決まるって言ってもいいぐらいとっても大事にしている本なので。一つ一つの曲を取り上げてお話をしていきたいと思います。聞いてくださると嬉しいなと思います。